はい、こんにちは、まめと申します。青巫女ファンタジア実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで、首狩り旅館ですね。久しぶりにやってまいりました。ということで、今回はですね、この宴会場の人たちの話を聞いていきたいと思います。ようやくこうしてちゃんと話ができるな。あなたいつも、私に話しかけようとして話しかけられなかったものね。シャイなのね。ところで君、どうして顔がないんだい？あれやだ。だって顔があるとあなた恥ずかしがって私のことしっかり見てくれないじゃん。自分で撮ったの？なるほど。彼女が何か問題出してくれるんだって。何？桃太郎って10回言ってみて。桃太郎、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 桃太郎。はい。髪を一年目たの、子供。はい。引っかからないわよ。私ね、昔話とかね、あとね、イソップ物語とかね、ディズニー系のね、プリンセスものとかね、いっぱいね、見てきてますからね。気持ち悪いですね。私、小学校の頃、コックリさんに好きな人をバラされて鬱になった。やばい。もう何でも知ってるからね。昔とある国で本当にあった怖い話。人格をコントロールするという名目で、一日数回被験者を鏡の前に立たせて、鏡の向こうの自分に、お前は誰だと話しかけさせ、精神の変化の観察記録を行うという実験があったのだ。実験開始後、10日間経過したところで、被験者に異変が見られ、判断力が鈍り、物事が正確に把握できなくなり、3ヶ月経った頃にはすっかり自我崩壊し、自分が誰だかわからなくなり、狂ってしまった。私も実際に試してみたことがあったの。毎日鏡を見るために、お前は誰だって言ってみた。そしたらどうなったと思う？鏡の中の人がさ、急に喋り出すように思えてきたの。それは私じゃない誰かだと しか思えなかった。これは本当にやばいと思ったからそれ以来してないわ。お前は誰だ。はい、目の前に鏡があるのでやってみました。もしも興味があるなら試してごらんなさい。こっくりさんより多分信憑性があると思う。あと、もしやるときは自己責任でやってね。毎日続けるの嫌な。ねえ、知ってる？わら人形って意外に作るの難しい。絶対難しいよね、あれ。通販で売ってるけど1万3000円ほど。へえ、高っ。猫ちゃんに話しかけてる。大人の人の話ってつまんない。飲み会ではいつもそう。子供なんだね。あなた多分私と同じくらいね。よかったら暇つぶしにお話ししましょう。そうそう、この前こんなことがあったのよ。おっと、唐突になんか始まった。そう、あれは確か夕暮れ時の公園だったわ。普通に顔ないんだね。お母さんが迎えに来るまでの短い間、暇つぶしに一人でいろいろと遊んでたの。ふと誰かに呼ばれてる気がしたの。一体誰に呼ばれてるのだろうと声の主を探したわ。すると、声のしてきた方、砂場の中に何かキラリと光るものを見つけたの。ためらうことなく、その光をつかもうとしたわ。だけど、その光は、私に捕まる前にいち早く砂の中へと潜り込んだ。もちろん追いかけようとして砂の中に手を入れたわ。そうね、すんなりと右腕が吸い込まれていった感じだったかな。その時だったの。グイって、何者かに手首を掴まれて、そいつは手のひらに何やら文字を書いてきた。一緒にかくれんぼしよう。私は指を精一杯動かし返事を書いてやったわ。ダメ。手首は残念そうに私の手を離したわ。一体、あれは何だったのかしらね。もしもいいよって書いていたら、私はどうなっていたのかな。どうなっていたんでしょう。首をはねられてどんな気分かって、そりゃ最悪なもんだよ。ただ首がなくなって初めて見えることもあるんだなぁと感じさせられるよ。ただし、イケメンに陰るなんて言葉もあるだろ。それが通用しなくなるわけさ。逆もまたしかり。この前変な体験をしたんだけど聞いてくれる？別に怖い話じゃないよ。なんだい？いつものようにベッドでダイブしてこれから夢を見るという瞬間、変な悪魔っぽいやつが現れてこんな話を持ちかけてきた。
今から見る夢を操っていい夢見せてやるから寿命をよこせ。まあと、まあこんな感じだ。藤山と、タガとナスの夢なら1年分。死んだ人に会える夢なら2年分。二次元の夢と会ってデートするなら3。マジで、二次元が一番いいのに3年も取られちゃうの？大勢の美女に囲まれてウハウハの夢なら5年分の。二次元の嫁と会ってデートする夢を頼むことにした。悪魔は満面の笑みを浮かべてお礼を言った。そして何やら呪文を何か唱えて準備を始めた。どんな夢を見せてくれるのかと楽しみにして待っていた時、突然悪魔が呪文を唱えるのをやめ、がっかりした顔でこっちを見た。お客さん、寿命足りないよ。そう言って悪魔は去っていった。な、変な夢すぎて笑っちゃうだろ。嫌がらせは悪魔の、上等手段？僕は気にしちゃいないよ。あ、もう、まあ、うん。死んでるからね。寿命どころの話じゃないさね。はい。俺小さい頃さ、夜中トイレに起きたんだよ。そしたら親父の部屋から何かうめき声みたいなのがしたから、ちょっと部屋を覗いてみたことがあったんだけど、サンドストームって知ってる？テレビの砂嵐のこと。地デジが普及する前のことだけど、そう、白黒の砂嵐が流れてるやつ。親父さ、そのサンドストームをずっと見つめていたまま動かないんだよね。当時の俺はそれがすごく怖かった。大人になって親父がサンドストームの画面を見ていた理由、ようやく分かったよ。ほんとくったらない理由だったけど、逆にそれがすごく安心したよ。何だったの？ね、何？教えてお姉さんに、知りたい。私に話しかけても楽しいことなんて何もないわよ。そんなに怖い話が聞きたいのなら、あなたも身近に感じられる怖い話をしてあげるわ。お風呂に入るとき電気を消して入ってごらんなさい。闇って怖いのよ。いつも慣れていた場所でも暗いってだけでまるで別世界。そしてもう一つ目をつぶってだるまさんが転んだって頭の中でつぶやいてごらんなさい。背後に人の気配がしたら成功よ。さああなたも今日からと。これね、私ね、誰だったっけ、誰かに聞いてから髪洗ってるときにだるまさんが転んだ言ったらダメだよって誰かに聞いたんだけど、ちょっと誰かもう忘れちゃったんだけど、それがね、お風呂入ってるときピンポイントで思い出してしまって怖くて帰れの臨床をずっと歌ってました。マジで。ねえ、ちょっとね、周りの家の方から頭が狂ったかなって思われたかもしれないけど、本当に怖かったの。自分が過去に体験した悩ましい話、よかったら聞いてくれないかい。そう、あれは高校2年のバレンタインデーのこと。困ったことになった。バレンタインデーの夜、自分は一人悩んでいた。生まれてこの方、まともにチョコをもらったことがない自分が、なんと1日で3つもチョコをもらってしまった。しかもそれぞれ手渡しで本命と告げられてた。こいつ罰ゲームじゃね。これもらってほしい、本命だから。まず一人目は幼馴染だ。毎日、一緒に待ち合わせをして学校に行っている。小学校からの長い付き合いだ。昔そいつがいじめられていた時、いつも自分がかばってやっていた。その頃から少し気になり始めたとのことだ。自分もそいつのことはいい友達だと思っていた。そしてこの友情がいつまでも続けばいいと思っていた。だけど告白されるとは全く思っていなかったので、不意をつかれた形だ。だからこうして頭を、抱えて悩んでいる。返事待ってますから。二人は部活のマネージャーだ。なかなか気の利く後輩で、周りからも可愛がられるタイプだった。大会の日には大声を出して応援してくれていたっけ。とても勇気づいた覚えがある。試合の時なんかは、他校の異性からもよく声をかけられているが、好きな人がいるのでと一言でバッサリ切っているところはよく見かけていた。俺だったのか。まさかそれが自分のことだなんて全く思っていなかったので、不意をつかれた形だ。だからこうして押し寄せる頭痛に耐えながら悩んでいる。どうしてもこの気持ちを伝えたくて。3人目は生徒会長だ。要したんで学業優秀、スポーツ万能、先生からも生徒からも人気があるできた人物だ。そんな立派な生徒会長と庶民の自分には接点はないと思っていたが、どうやらそうでもないらしい。数ヶ月前の文化祭の時、よその学校の生徒に絡まれていたところを知らないうちに助けていたようだ。そんなことがあってからどうやらずっと気になっていたとか。しかし告白されるとは全く思っていなかったので、不意をつかれた形だ。だからこうしてバファリンを恋しく思いながら悩んでいる。バレンタインデーにチョコをもらうということ自体は特に悪いことではない。とても喜ばしいこと。夢にも見た理想なはずだった。だがしかしだ、どうしても許せないことってあるだろう。俺が通ってた高校ってさ、男子校なんだよ。ホモ。あ、豆
雨的には美味しい展開ですけど、あなた雨は好き嫌い、私は雨の日が大嫌い。そう、雨の降るたびにあの頃の記憶を思い出してしまう。天パがね、爆発するんだよ雨になったら。そう、その日は雨が降っていた日、幼稚園で母が迎えに来るのを待っている時のことだった。千里という、友人が私に声をかけてきた。ねえねえ、あそこになんか変なの見えない？彼女の指差す方向を見つめるが、特に変わったものは見受けられない。普通の花壇だった。見えないよ、何か見えるの？白い服を着た女の人がじっとこっちを見ているの。改めて花壇を見たが、やはり何も見えない。嘘だ。嘘じゃないよ、本当に本当だよ。でも私には見えないよ、やっぱり嘘だ。私は千里が、正直者だということを知っていた。だけどその時は自分にだけ見えてないことに腹を立ててひどいことを言ってしまったのだ。どうすれば本当だって信じてくれるの？じゃあその人をこっちに連れてきてよ。わかった。そう言って千里は花壇を刺して、傘を刺して花壇へと走り出した。花壇まで行った彼女はしばらくそこを動かずに、まるで誰かと話をしているような素振りを見せていた。千里が戻ってきて私に何かを言おうとした時、彼女の母親が迎えに来た。千里はそのまま何も言わずに連れて行かれた。彼女が連れて行かれる時、一度だけ私の方を振り返った。微笑みを浮かばせた表情が何を伝えようとしていたのか今でもわからない。私は花壇の方を向いた。さっきの千里の微笑みが気になってしょうがない。彼女の言っていることが本当だとしたら、きっと白い服の女の人は幽霊に間違いないだろう。私はその人を連れてきたならば信じると言った。千里は連れてきたのだろうか。私にはわかる術がない。本当にないのだろうか。あるじゃない。外はまだ雨が降っていた。私は先生の目を盗んで外に出た。傘をささず、靴も履かずに外へ出た。先生にバレたくなかったからだ。靴を履かずに歩くと、くにゅっと奇妙な感触がする。気持ち悪いようで気持ちいい。歩くのが若干楽しかった。私はそのまま幼稚園を出た。そろそろ母が迎えに来る時間だったなぁと思う。だけど試したかった。目の前の信号は赤色だ。横断歩道の向こう側には傘を差した人たちがいて、右側からトラックが来ている。私はトラックに轢かれるために飛び出した。そう、死ねば幽霊に会えると思ったの。幽霊同士だから。喋り疲れたわ。まあ昔の思い出話よ、若い思い出話。止まない雨はないって言うじゃない。なら私の心の雨は一体いつの止むのかしらね。結局私の母が代わりにトラックに敷かれた。私は変わった。でね、幽霊になったお母さんから聞いたの。白い服の女の人の幽霊なんてどこにもいなかったんだってさ。千里の嘘つき、多分一生呪い続けるわ。言葉も出ない。久しぶりに戻る故郷ってなんかいいよね。私の体験した不思議な思い出話を聞いてくれる。はい。小学生の頃、毎日通学路にあるおじいちゃんが出没していたの。ひげを生やして仙人みたいな格好をしていたわ。杖に顎をついてベンチに座っている亀仙人かな。いつも同じ時間にそこにいて、そして何かを待っているようにじっとしている。おはようございますって言ったらちゃんとお返事を返してくれる。その時は普通のおじいちゃんだと思っていたわ。小学校を卒業してから十数年、私は別の町で過ごしていたの。もちろんそのおじいちゃんのことなんて忘れていたわ。私がそのおじいちゃんを思い出したのは20を過ぎてから。またその町に戻ってきてから久しぶりに故郷は懐かしかった。久しぶりの故郷は懐かしかったわ。何一つ変わらない町並みがなんとなく嬉しかった。そして久しぶりの通学路を歩いている時、あの時と寸分違わずそこにいる仙人みたいなおじいちゃんを見つけて、なんとなく悟ったの。ああ、この人はこの世の生き物じゃないんだなって。とりあえず声をかけてみたわ。こんにちは、隣いいですかって。はい、いいですよっておっとりとした声で答えてくれたわ。私は隣に座って、そして気になることを聞いてみたの。いつもここで何を見ているんですかって。
そしたら答えてくれたわ。ピンク色のカーテンをもう一度見たいってさ。何でもそのベンチからは桜が見えるんだけど、ある日風がないのに一斉に花びらが散り始めたそうな。その風景があまりにも美しかったんだけど、おじいちゃんその風景を最後に頭を強く打って意識を失っちゃったんだって。どうやらおじいちゃんは自分が死んだことに気づいてはいるものの、なんで死んだのかは分かっていないみたい。だからその風景をもう一度見れば自分が死んだ理由も分かるかもしれない。それでずっとベンチで待っているんだってね。不思議な話でしょ。私ね、おじいちゃんが死んだ理由、今になってようやく分かったの。この前地震があった時、もみじが一斉に散り始めてすごい綺麗だったの。きっとあのおじいちゃんも地震で散った、桜の花びらに目を奪われている間に上から落ちてきたものに気づかなかったんでしょうね。深い話だね。なんかあなたは人形好きかしら。私は子供の頃人形が好きで好きでしょうがなかったの。私もでもあのね、リカちゃんとかじゃなくてね、ジェニーちゃんっていう人形を持ってましたね。うん、まあリカちゃん人形っぽいやつなんですけど、もしいつも可愛がってる人形が急に動き始めたら、あなたはどうすると思う？どうするんだろう。ピノキオのゼペットおじさんならきっと歓喜するでしょうね。そうだね、織田信長なら首を跳ねたかもしれない。ワトソンなら事故だ事故、事件だ事件だとか言いながらホームズの元へ走り去るかもしれない。人形使いのアリスならいつものことだからと特に何も何とも思わないでしょうね。あー、びっくりした今。ある日ね、私の人形動き出したの。それで私はどうしたかって、答えは信長と一緒。首は跳ねなかったけど思い切り踏みつけたわ。何度も何度も何度も動かなくなるまで。息を切らしながら動かなくなった人形を見つめて、そして後悔したわ。もしも私がゼペットじいさんでいられたなら、きっと一緒に歌を歌えた。もしも私がワトソンでいられたら、人形は壊れずに済んだ。もしも私が人形使いのアリスでいられたなら、一緒に紅茶を飲めた。私は人形に向かってちゃんと謝ったわ。ごめんなさいって。そしたらね、また人形が動き出したの。私は人形の首と体を思いっきり踏みつけたわ。なんで、嫌な話。私は何を怖がっていたのでしょうね。後悔はしたけど、多分もしまた動いたらきっと踏みつけてしまうと思う。恐怖が勝ったんですね。いろいろな人に話しかけてごらん。怖い話が聞けると思うから。いやー、面白いわ。お酒を飲むと昔話をしたくなるもの。昔体験した奇妙な話をよかったら聞いてくれる？私の祖父は、大時計が止まると同時に亡くなった。この大きなのっぽの、祖父の体調が悪くなると同時に時計の調子も悪くなっていたこともあって、幼い私には時計が祖父の心臓のようなものだと思っていた。ああ、すごい。すごいお屋敷。祖父が死んでから1ヶ月経った頃からしら。真夜中の牛蜜時、トイレ行こうと思い、目を覚ました。その時の私はどうかしてたみたい。きっと夢の中にいる気分だったのかもね。例の大時計の前に立って中の仕掛けをいじってみたわ。大人の人がいじってるところは何回か見たことがあったから、見よう見まねでカチャカチャとしてみた。するとどうなったと思う？時計も動き出した。そして背後に気配がしたわ。誰かが私の後ろに立ったんだってなんとなく分かったけど、懐かしい匂い、そう、祖父の匂いがした。振り返ろうとした私を、背後の祖父は制止した。絶対に振り向いちゃダメだよって。祖父は私の肩に手を置き、そして優しくいろいろと声をかけてくれた。悲しませてごめんなとか、お前の成長した姿を見たかったなとか、そんなことを言っていたと思う。私はすごい、懐かしい祖父と会えてすごく嬉しかった。だからもう一度その顔を見たいと思ってしまった。振り向いてそこで見たものはぐちゃぐちゃになったひどい顔だ。私が恐怖に顔を染めると、祖父は残念そうに弁解した。おじいちゃん生きている時によく嘘をついたり悪いことをしたりしちゃったからね。エンマ様に目をくり抜かれて舌も抜かれて耳もちぎられちゃったんだ。お前にはこんな顔見せたくなかったな。それから私はどうなったか覚えていない。気がついたらベッドの上で朝を迎えていた。あれは夢だったのだろうか。最初は単なる悪夢だと思っていた。だけどあの出来事は確かに現実だったと確信できる証拠があった。
止まっていたはずの大時計の針が動いていたの。きっちり10分。そう、私と祖父と一緒に過ごした時間だけ。話はこれで終わり。私は振り向いちゃいけなかった。せっかく最後に会いに来てくれたのにね。悪いことをしちゃったわ。あ、ゴラン、巨大広告会社を経営しておる。これいましたよね、赤姫コンチェルトに。ご覧のスポンサー社といえばご覧のスポンサー声に出して読んでやっとわかった。誰もが一度耳にしたことあるじゃろう。そう、テレビ CM を提供している会社じゃ。あの会社はわしが育てた。まあそれはともかく、こんな身に なり果てたわしはもはや酔っ払いの一人と変わらん。これから話すことはただの酔っ払いの、愚痴として軽く聞き流してくれ。大富豪として大成功を収めたわしにも青春時代というものがあった。人並みにやんちゃもしたし、人並みに恋もした。マリアというそれは大層美しい少女がいた。わしはマリアにプロポーズし、彼女は承諾。恋が叶った瞬間、わしはウキウキしていた。なんかプロポーズしたその夜、彼女は死んだ。階段から落ちて打ち所が悪かったらしい。わしは多額の金を積んで彼女の遺体の一部をもらった。それからいろんな研究所を回ったよ。金だけはいくらでもあった。弱みにつけ込んで騙されたりもした。だけどわしはくじけず、ある研究の成功へと立ち会うことができた。死者を蘇らせることなどできやしない。そんなことは分かっている。だからわしが選んだのはクローンという存在だった。人類の禁忌、触れてはいけない領域。しかしそんな金の力でどうとでもなった。そんなもの金の力でどうとでもなった。目の前には生前のマリアの面影を残す赤ん坊。わしはこの子をマリアとして育て上げ、プロポーズしたあの日の続きをどうしても過ごしてみたかった。気の遠くなる作業だったが、失われたマリアとの青春を取り戻すため一生懸命頑張ったの。彼女のために十数年以上の月日を費やした。ああ、酒が進む。彼女はそれからどうなったかって。死んだよ。マリアの享年に達する前に自殺した。自分が普通の人間でないことに彼女は気づいていった。そしてわしの恋人の代用品にされているということも感づいていたんじゃろうな。私は一体何者なんだろう。彼女の遺書の最後にそう記されていた。わしは後悔した。本当馬鹿げた人生じゃった。話に付き合ってくれてありがとう。わしはもうしばらく酒に身を預けるとするよ。これから先、クローンが一般化する日が来るのかの。人類のあれはどこまで進んでるんでしょうね。いや、他人の見た夢の話って、正直超どうでもいいよね。これからその超どうでもいい話を君に聞かせてあげるよ。それは僕が死ぬ40日前の出来事。寝起きだからはっきりとしないが、変な夢を見たのは覚えている。美人系で枠を着た若い、女性セールスマンに自殺を勧められる夢だった。死神かな。だから今死ぬといろいろお得なのよ。そうそう、こんな感じだった。先着40名限りのお得なプランなのよ。どうせいつか死ぬんだし、それが少し早くなるだけだって。怖くともなんともないのよ。だんだん記憶がはっきりしてきた。今日本だけでも30分に1人の割合で自殺しているからね。早くしないと定員埋まっちゃうかもよ、なんて答えだったんだっけな。まあ美人ではあったけど好みじゃなかったから、首は縦に振ってないはずさ。多分夢のことはひとまず忘れて、いつも通りに学校にいた。しかし前の席のやつがいなかった。その日もまた似たような夢を見た。今度はツンとした かわいい系で和服を着た、若い女性のセールスマンだった。そして昨夜と同じようなやり取りをした。早くしないと店員埋まっちゃうんだからね。夢から覚めた後、また学校へと向かった。今度は空席が2つに増えていた。次の日もまた同じような夢を見た。今度はおとなしげな三つ編みのメガネっ子で、やはり和服を着ている。また同じようなやり取りをした。ついでに聞いてみたのだが、和服のそのセールス会社の制服だそうだ。はぁはぁはぁ、早くしないと店員埋まってしまいますので、お早めにお願いします。目が覚めた後、また学校へと向かう。予想通り空席が3つに増えていた。39日間同じような夢を見た。タイプではないから、都度断っているわけないから、都度断っているわけだからだが、夢を見るたびにクラスメイトが1人ずつ減っていった。
まあなんていうかクラスのみんな好みが分かっていくような感じだな、十人十色。普段はクールぶってるやつが無知を持った女王様系が好みだって分かった時は恐れ入った。さてそれで40日目に見た夢はどんなものかって、今までの39日間をはるかに凌駕するすごい夢だったさ。お前はそういう系か。早くしないと店員が埋まってお兄さんに会えなくなってしまうぞ。はははは。うん、ガチムチの兄貴が出てきた。なんともたくましく鍛えられた腕に包容力のありそうな胸板、もう目に焼き付いて離れない。40日目の教室、そして誰もいなくなったな。バカらしいだろ。お前はそっち系だったのか。あなたは幽霊って信じる？見たことはないけど一応。本当に信じてる人っているんだ。え、そんだけ？これでみんな話しかけたっけ？こっち話しかけたよね。え、話しかけてない。生まれ変わりって信じる？俺は信じてるよ。だって前世の記憶があるもの。俺は前世からただ一つだけの目的があった。その目的のためだけに生涯を捧げてきたと言っても過言ではない。必死に勉強した。その目的のためにどんな汚いことにも手を染めてきた。そしてようやくその夢が叶うかもしれないというところまでやってきた。月、あの夜空に浮かんでるやつさ。俺はあそこにどうしても行きたかったんだ。前世で、彼女は言っていたよ。もしも月まで私を迎えに来れるものなら、その時はあなたの望み通り結婚して差し上げましょう。かぐや姫かな？あやし、やっぱり？今もなお語り継がれてる物語さ。あの話に出てくる求婚した男、それ俺なんだ。全く気の遠くなる話さ。生まれ変わっても会いに行きたいという気持ちがこれっぽっちも薄れない。彼女に会ったら約束通り迎えに来ましたよって言って、驚かせてやりたいもんだ。さてと、酒を飲み終わったならまた生まれ変わらないとな。また一から繰り返しだ。結局今回の俺の人生で月に行くことが叶わなかったよ。ロケットは大気圏に突入する前に爆発して、それで全てが終わりさ。まあ今はまあ月には行けますよね。私が体験したちょっと怖い物語聞いてちょうだい。いつからかパソコンをいじってると背後から気配が強いのだろ。やめてー。今なお現在進行形。後ろを振り向くと気配は一時的に消える。だけどパソコンの画面を見ると気配が出てくる。最初はちょっとだけしか感じなかった。しかし日に日に確かなものに変わっていた。気づいてから10日後にはすぐ後ろ、首に息がかかるくらいまで近づいていた。パソコンをじっているとロードなどで画面が暗くなったりすることがある。そんな時、黒い画面に反射して背後のそいつが見える。ちょっとだけいる。見える。右肩の上に、空間部分に人が、顔が。そいつはそのうち喋るようになって喋るようになったわ。耳元で囁かれるからよく聞こえる。あのイケボで囁いてくれるならいいよ。あいつが来る、あいつが来る、怖い怖いって。とりあえず無視していたけど、やっぱりあいつっていうのが気になった。だから勇気を出して聞いたみたけれど、答えてくれなかった。ある日そいつがまた喋った。だけど、いつもと調子が違った。嫌だ嫌だ、助けて助けて。何かに追われているような切迫感があった。そいつは急に悲鳴を上げた。ヘッドフォンをしてても聞こえたのだから、よほど大きな声だったのだろう。そいつは壁を見つめて怯えていた。壁を見ると何かがあった。誰かの腕が肘から先だけが見えて、何か掴むような仕草をしていた。携帯を取り出してそれを撮ってカメラでカシャリ。そしたら腕は映ってなかった。気配が消えた。腕も見えなくなっていた。怯えていたそいつはなんだか様子が変わった。落ち着いたような、助かったというような感じだった。はっきり覚えてる。これでもうあいつは来ない。そう言って消えていった。それ以来そいつのことは見ていない。結局何もわからなかった。だけどあの最後の安堵感、どこかで見覚えがあった。しかしそれもわからない。あまり怖い話じゃなかったね、ごめんね。私ちょっと待って、よくわかんなかった。あと二人ですね。いつからだろう、俺は悪夢ばかり見るようになった。俺が見る夢はいつも白と黒。そして必ず何かを殺したり殺されたり、最後は後味の悪い終わり方で目が覚める。今日見た夢もそうだ。熱に浮かされていた俺はなぜか地獄にいた。悪魔がいて、お前は死ぬんだと宣告された。
しかし、ある条件を飲めば生きるチャンスを与えてやらんでもないとニヤニヤした顔でその条件を提示してきた。この世界にいる魔物を20体殺せと。俺は悪魔の目の前で11体殺した。与えられた斧を手に無抵抗の奴らを叩き壊していく。最悪な気分だった。11体まで殺した後、悪魔はもう良い、生き返らせてやると言ってくれた。だけど条件があった。残る9体は生き返ってから殺せ。さもないとお前を殺す。俺はもうすぐ目を覚ますだろう。9体の魔物を見つけなければならない。嫌な気分だぜ。これは夢の中なの？君は車を買うとき新品で買う？中古で買う？それとも車なんていらないって人かな？俺はさ、車を中古で買ったんだけど、予想だにしてなかったおまけがついてきたんだ。怖えな、なんか、運転して、してると見えるんだ。バックミラーに映る後部座席の少女が。そりゃ最初は驚いたよ。びっくりして電柱に激突しそうになった。だけどその少女は何をするわけでもなく、ただ足をプラプラさせながら窓の外、景色を見て楽しそうにしているだけだった。俺は元よりドライブが好きだった。だから少女のことは気にせず、いろいろなところを走って回ったよ。そうするとね、やっぱり湧いてくるんだ。親近感ってやつが。夏の日に麦わら帽子を買ってあった。後頭部座席に置いておくと知らない間に被っているんだぜ。かわいいもんだろ。さてさて、月日は流れて車も寿命を迎え始めた。車のわらしかな座敷わらし的な。どうにか治らないかと聞いてみても、それは無理だって断られたよ。それでこの車を引き取ってもらう後、どうなるかを聞いてみた。業者が責任を持って廃棄するからご安心くださいだってさ。まあ出会いがあれば別れありって言うしな。俺は最後のドライブを楽しむことにしたよ。ちょっとした、山奥の小高い丘、夕日が綺麗に見える場所だった、場所だって評判な場所まで行くことにしたよ、はあ、ここから先は思い出したくもないね。目的地に着く間際、少女が急に叫び出した。こんなのは初めてだったから驚いたよ。俺はブレーキを踏んで後部座席の少女の様子を伺った。真っ青の顔して確かにこう言ったと思う。きっとそこは少女が捨てられた場所だったんだろうね。見覚えのある風景を見てトラウマが蘇ったってわけだ。それから少女は消えたよ。車は廃棄に出した。それ以降中古車は買わないことにしているんだ。はい。ということで、多分全員に話しかけられましたね。あ、すごい長いこと撮っちゃった。ごめんなさい。ということで、じゃあ今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。